水戸の三ぽいは、茨城県水戸市を中心とした地域の住民気質を表現したとされる言葉。理屈っぽい、怒りっぽい、骨っぽいの三つからなるが、理屈っぽいまたは、骨っぽいを、秋っぽいに置き換えることもある。社交的とは言い難い、水戸人の直上傾向な気質を表したものと解釈される。三ぽいは三ぽい、三ぽいとも表記する。 短所として捉えられることのある言葉であるが、長所でもあると考える人もいる。なお現在では、疑似科学的見解を含むとして、批判の声も上がっている。本項目では、茨城県民の気質を表現したとされる、茨城の散歩意についても扱う。元は、三途半の、三途っぽの気質を表す言葉であった。かつては、日本のテロ史上に、 水戸出身者ありと言われるほどであったが、今ではそうした、偽狂心は影を潜めている。すでに、三歩医の性格が見られたのは、昔のことであるという主張がなされる一方で、県名茨城を、茨城というと起こり出す。カッシュマアントラーズのサポーターのエネルギッシュさなどに、受け継がれている、という見解もある。水戸の三歩医の気質は、桜田門外の変や、 天狗島の乱などの幕末における、水戸藩主の振る舞いや、1980年代頃まで、水戸市の中心商店街で顕著に見られたとされる、傾向と結びつけられて納得されてきた。水戸徳川家の城下町でありながら、特有の華やかな文化や風情がないと評される、水戸の町の質実剛健な寄付は、失踪権役に努めた水戸藩政によるとも、閉鎖的で、 た地域との交流が少なかった、水戸の散歩意の気質によるとも言われている。船橋誠一は、小説、失会や、安吉の中で、ここで成功するには、まず、言葉からして、茨城で行かなくちゃなりませんなどと記し、水戸市民が、仲間とよそ者を区別する様子を描き出している。他方で親しい間柄となれば大変親密な、関係が構築されるとの指摘が、 県外からの移住者からなされている。また、東海村出身の茨城県知事である、橋本正も、人柄が、よくどんどん仲良くなれると語っている。中村康氏は2000年12月10日に、行方群浅尾町で開かれた、講演会にて、秋っぽいを、世の中の出来事に興味を持ちやすい、怒りっぽいを、正義感が強い、理屈っぽいを、 ボキャブラリー豊かで文化が高いという意味であると語った。理屈っぽいの特性は徳川光国の創始した水戸学以来の伝統であると言われ、幕末には日本国内でも先進的な考えのもと明治維新へと突き進む原動力ともなった。大日本史の編集のために設置された商工館には儒学を中心とする学者が集い、行動館では 今でいう総合大学に匹敵するような幅広い学問の教育、研究がなされた。しかし、各人の理屈っぽさが講じて、幕末には理論闘争から内紛に発展、明治時代には人材が枯渇してしまったとも言われている。一度言い出したら一歩も譲らず、自説を貫こうとする傾向が現在も残っているという。ただし、 道理の通らないような自説を無理に押し通そうとするのではなく自身に非があれば素直に認めるという性質も持ち合わせている。心理学者の大宮六郎は、水戸市内の路面電車で理屈っぽい水戸市民に遭遇した体験を論文に記している。混み合う車内で車掌が上高口付近にいる客に対し中ほどに詰めるよう呼びかける意味で真ん中の方。 お爪を願いますとアナウンスしたところ、中ほどにいた乗客から、真ん中の人間はどっちに詰めるのけという声が飛び、乗客一同がどっと笑い声を上げた。これは、車掌の曖昧な言い方に対して、水戸人が理屈っぽく一言もの思いした瞬間であった。なお、大宮六郎は、東京都で生まれ育っているが、ある審議会に、茨城県の代表として出席審議を唱えたところ、 やはり、茨城の方はと言われたことがあるという。水戸学の伝統にのっとって、茨城県民全体を理屈っぽいと評することに対しては、批判の声もある。このような声は、茨城県に長く居住する者から挙げられ、茨城県市販学校、茨城県女子市販学校教編の総合郷土研究では、ところが、水戸学は、よく、 全国民の精神に影響している以上に特に、茨城県人に影響しているようには思われないと言われる。それどころか、場合によっては、東大化暮らしの感を強くすると言われ、花だ心、寂しく思うことである。三宅京一と茨城県民に、水戸学の寄付があまり受け継がれていない様子を述べている。藤田東子茨城の散歩には、 水戸の散歩位から派生した言葉である。茨城県民の県民性を表したとされ、怒りっぽい、秋っぽい、忘れっぽいの三つからなる。茨城県民に対する伝統的なイメージであり、単なる俗語ではなく、茨城県が発行する、報告書でも県民性のキーワードとして散歩位が挙げられている。宮城音也は辞書、次長。 日本人の性格において県民性を反映した歴史上の人物を各都道府県ごとに一人挙げ茨城県の県民性を反映した人物として藤田東郷を紹介している茨城県民である岡村は次書茨城の逆襲の中で茨城の散歩意の気質について全くご指摘の通りとさえ思っておりますと述べ特に男性の場合は怒りっぽいと述べている 茨城県民が怒りっぽいと解釈されるのは言葉遣いがぶっきらぼうであるからではないかと茨城県知事時代の橋本マは週刊朝日芸能の取材で答えている。日本放送協会が実施した県民意識調査によると茨城県民は郷土意識があまり高くなく特に土地の言葉に対する強いコンプレックスが見られる。首都圏にありながら垢抜けず 独特の語尾が上がる話し方によって田舎っぽさが増していることが要因の一つと考えられる。また、元々の方言に敬語表現が少なく軽い気持ちで話したとしても威張っている。叱られたように受け取られるという説や、明治新政府の成立初期に、水戸出身者が全景観の一割を占めていたことから派生したという説もある。古くは、一国期の日立国の孔に、 昨日の味方が今日の敵になるようなことは滅多にないとあり、中世の頃から立義な性格であると見られてきた。県民性研究の第一人者である祖父江隆夫は茨城県民が口下手でごますりができないことにより、相手にわかってもらえなくて怒り出すが、すぐ忘れてくロろりとしている胸を著書、県民性の人間学で記述している。宮城音也は、 茨城県の県民性が千葉県と似ているが関東奥地の総移質が混入しているらしいとした。特に茨城県民には理想川田の特性が強く散歩への気質が環境、社会教育、武士の道徳だけで形成されるものではないと宮城音也は述べている。岩中義文は茨城が平坦な地形であり近隣地域への往来が 比較的容易であったことから、茨城県全体に見とっぽき質が広がったと主張している。これに対して、矢野市道は、県北部の男性は、保守的で見えっぱり、女性は、愛想が、今一つで気が強く、県南部は男女とも北部に比べ大らかである、と述べている。両者は、茨城県民が公務員に適しているかどうかに関する、認識も意にしており、岩中は短期で、 怒りっぽいので公務員には向かないとし、矢野は愛想がないので公務員に向く、と述べている。茨城県大百科事典の県民性の項では、温暖な気候による閉鎖的農村社会の存続と未踏半の寄付が、茨城県の県民性を作り出していると解説し、文化や社会の変化と人々の移動によってゆっくりと変容していくであろうと結んでいる。 ありがとうございます。